二本松市役所内第十二中継所です。晩秋の柔らかい日差しが差し込んでいます。沿道沿いの濃いピンクの横断旗の中に頑張れ二本松市という文字が踊っています。まもなく先頭ランナーが入ってきます。第十二中継所トップで入ってきたのはナンバーカード2番会津若松市です。戸田優馬、学法石川高校3年生。福島駅伝は地域活性化、区間賞を狙うと言っていました。待ち受けるのは東京学芸大学1年生押田拓海、ハートが強い選手と言っていました。さあ今たすきが渡りました。トップで会津若松市、総合連覇を目指して会津若松が第十二中継所出発しました。トップ会津若松から1分差です。福島市が入ってきました。中島拓海、自衛隊福島、今年結婚しました。新婚ホヤホヤ、妻に感謝の走りをしたいと言っていました。高橋亮太、原町中の先生にたすきが渡りました。3位で入ってきました郡山市です。武田和也、キャプテン、救命救急士でもあります。福島県人として勇気与えられる走りをしたいと言っていました。待ち受けるのは学法石川高校1年生益子風紀、今たすきが託されました。3位で郡山、9年ぶりの総合優勝を狙います。地元日本松市が入ってきました武藤博也、19回目の出場。福島駅伝は人生の一部と言っていました。さあ福島駅伝、今年も謳歌して武藤博也から土屋優斗にたすきが渡りました。そして22番石川町、総留龍馬から滝川寛太に今たすきが渡りました。いわき市です。3年ぶり総合優勝を狙います吉田幸太郎、初出場です。ずっと目標にしていた福島駅伝に出ることができました。喜びを胸に川田誠馬、学校石川高校2年生、リベンジの駅伝をしたいと言っていました。今たすきが渡りました。18番矢吹町、一ノ割谷拓也、ぴょんぴょんと飛び跳ねています。さあ来いというサイン。一度あたり拓也から松本純にたすきが今渡りました。ポーンと背中を叩いた会津美里町、橋本良平、高田小学校の先生です。1年の中で一番楽しいのが福島駅伝と言っていました。児童たちも応援しています。たすきを受けるのは河野隼人、 JA 会津よくば笑顔です。手を挙げています。さあガッツだ。橋本良平から河野隼人にたすきが託されました。猪苗代町、ラストスパートをかけています。影山豊、24回目の出場、ベテラン選手です。待ち受けるのは日大東北高校2年生の佐藤真央、スピード、ダイナミックある走りが持ち味の選手。影山から佐藤真央にたすきが渡った9番手で猪苗代町が行きました。そして6番です、須賀川市、今村大輝から藤原勝、岩瀬農業高校2年生にたすきが行って10番手で須賀川市が第12中継所通過です。17番鏡石町です。必死のラストスパート、佐原直樹、34歳、自衛隊越えれば早く来いと稲田俊一、33歳ベテランランナーにたすきが渡りました。17番鏡石町です。46番泉崎村の選手です。瀬戸孝之、33回エントリーの選手、走らなかったのは去年だけという大ベテラン。児玉伊吹から瀬戸孝之に今たすきが託されました。今繰り上げスタートとなりました。38チームがたすきをつなぐことができませんでした。この在住に中継所飛び出していきました。25番三春町の選手が入ってきました。内山武、警察官1年目、田村警察署、今ラインに入りました。そして7番北方市国西光太、会津学校高校3年生も今中継所入りました。残念ながらたすきをつなぐことはできませんでした。田村市です。吉田博一、ふるさと選手、42歳、今中継所に入りました。白川市です。辺見優太、ふるさと選手が今12中継所に入ってきました。社会人ランナーです。残念ながらたすきはつながりませんでした。そして12番伊達市、渡辺忠之、36歳、社会人ランナーも今入りました。これで17チームが第12中継所入ってきています。そして13番本宮市、山崎優吾も今入りました。50番です、平田村の村上健太郎、神奈川大学3年生も入りました。
16番です。川俣町斉藤雄生、福島東高校1年生。41番浪江町吉田隆二、そして21番は花輪町添田優斗、3年連続の出場でした。45番西郷村竹村和弘、40歳、経験が強みのベテランランナー、今入りました。33番会津坂下町は大島和馬、初出場、社会人ランナー頑張りました。自分走り続ける源と、それが福島駅伝と言っていました大島、今入りました。そして23番浅川町市川大が23歳、社会人ランナーです。36番広野町牧野原健一、監督兼選手。そして31番万代町穴沢博之、ベテランランナー入りました。24番古殿町水野博道、そして20番花輪町、さらには玉川村も今入りました。14番郡町、そして26番は小野町吉田聡、27番南会津町も今入りました。そして39番大熊町も今入りました。森明彦が12中継所入りました。頑張りました。53番希望福島双葉未来高校の先生鈴木隆人が今中継所に入りました。37番奈良浜町大和田弘明、38歳、21回連続出場です。42番は新地町平井健一郎、社会人ランナー。30番西会津町高津雄大、18歳、田代電機製作所、頑張りました。11番です南相馬市斉藤正樹、ふるさと選手、今12中継所入りです。そして47番は中島村広沢和則、自衛隊郡山、今到着です。ここまで41チームが第12中継所入ってきています。15番のランナー入ってきました、岩木義弘、福島駅伝はお祭りと言っていました。社会人ランナー、たすきをつなぐことはできませんでしたが頑張りました。岩木義弘が今到着です。国見町です。そして8番相馬市久田和則、24歳、相馬市役所。43番は大玉村菊池義行、44番天栄村瀬和明弘、今到着です。19番です棚倉町安藤要、弟の悟選手、5区を走りました。お兄さんも頑張りました、白川高校の3年生安藤要が今入りました。非常に苦しそうな表情です。最後頑張ってほしい。34番柳津町坂上康介、柳津町役場です。柳津町、さあ最後の走り、残念ながらたすきはつながりませんでしたがよく頑張りました。坂上康介が今到着、柳津町です。47番目の調達、そして29番只見町、2年ぶりの出場、飯塚大輔、社会人ランナー今到着です。48番目の到着、只見町です。49番目に入ってきました、ナンバーカード52番飯舘村高橋大和です。福島明星高校1年生、山岳部で活躍しています。飯舘村高橋大和、高校1年生ランナー頑張りました。諦めずに第12中継所入ってきました、到着です。最終ランナーが入ってきました。さあ頑張ってほしい、つらい表情ですがラストです。上坂正雄、49歳、社会人ランナーです。スタミナが持ち味と言っていましたが
最後大変だったかもしれませんが、さあ頑張って中継所に入ってほしい上坂正雄、社会人ランナー38番富岡町、今到着です。これで50チーム全ランナーが中継所、第12中継所到着です。